エコサペンタエン酸、エコサペンタエン酸、エコサペンタエンタ塩酸、アイコザパンティノックアシッド、EPA、または、イコサペンタエン酸、アイコザパンティノックアシッドは、オメガマイナス酸脂肪酸の一つ。必須脂肪酸ごく稀に、チムノドン酸、ティムナダニックアシッドとも呼ばれる。5つの脂質型二重結合を持つ二重炭素のカルボン酸である。EPA は、 プロスタグランジン、トロンブキサマイナス3、ロイコトリエンマイナス5、すべてエコサノイドの線具体である、オメガマイナス3脂肪酸の高不法は脂肪酸の一つである。オメガ3系統もオメガ6系統と同様に、ロイコトリエンなどの生理活性物質に変換される。しかしながら、オメガ6系統を材料にしたものに比較して、生理活性が低い、あるいはないという特徴がある。 生理活性が低いということで、過去、食用油脂から不要として除去されたこともある。しかし、生理活性の強いオメガ6系統と競合することで、免疫や凝結反応、炎症などにおいて過剰な反応を抑えるということが明らかになった。いわばオメガ6系統のブレーキ薬であると言える。実際に、オメガ3系統の脂肪酸の一つである EPA で、 血小板凝集抑制作用があることが知らている。その裏返しとして、EPA の過剰な摂取により、出血傾向が現れることが指摘されている。人を含む、高生動物では、オメガ6不法は脂肪酸お及び、オメガ3不法は脂肪酸は合成できない。高生動物では、デルタ12脂肪酸でサチュラーゼの経路が結出したものと、推測される。 構成動物では、植物、細菌により合成されたアルファリノレン酸を摂取して、デルタ6、脂肪酸でサチュラーゼによりアルファリノレン酸、ALA のデルタ6の位置に不法和結合を作り、エロンガーゼにより炭素2個伸長して20のエコサテトライン酸を生成し、デルタ5、脂肪酸でサチュラーゼにより不法和結合を増やして、体内で EPA を合成するか、 epa を摂取するしかない。そのため、講義では、抗生動物にとって epa はオメガマイナス3、脂肪酸の必須脂肪酸となる。多くの動物は、体内で、α リノレン酸を原料として、epa やドコサヘキサエン酸を生産することができるが、α リノレン酸から epa や dha に変換される割合は 10%15% 程度である。 医療用医薬品としては、閉塞性動脈硬化症、高止血症治療薬である。商品名としては、エパデルイコサペント酸エチルエチルアイコザパンティノック、アシット流状カプセルなどとして売りされている。ロトリガは、EPA と DHA の抗剤である。また、健康食品にも、DHA とともに、サプリメントとして用いられている。基礎研究で、脂質代謝。 血液凝固以上の改善が認められた。1日 4g 以下の EPA、DHA の摂取により、LDL コレステロール値5%、10%、中性脂肪値が25%、30%、低下した。神戸大学の研究では、1日 2700mg の EPA を8週間投与することにより、本体性高血圧患者の収縮期血圧が低下した。 また認知症患者への投与で、認知機能の改善、手術前のアルギニンなどとの併用投与で、感染症予防、早々の治癒促進の報告がされているが、確たる再現性は認められていない。大規模臨床試験、ジェリーズにおいて、EPA は、冠動脈疾患を優位に予防したと報告された。EPA は、HDL の酸化を抑制する。また、 EPA は、機能不全な HDL を、機能的な HDL へと変換する。DHA は脳内に最も豊富に存在する。調査不法は脂肪酸で、EPA は脳内にほとんど存在しない。これは投与された EPA は脳内に移行した後、速やかに脱パさらには DHA に変換されるためで、ある。他方、 ラットの動物実験で脳の臨死室において DHA を接触すると脳臨死室中の DHA の割合は増加したが d パ p a 及び EPA は接触しても脳の臨死室脂肪酸組成にはほとんど影響を及ぼさなかったことから DHA は脳関門を通過できるが EPA を含めた他のオメガマイナス三脂肪酸は脳関門を通過することができない可能性が示唆 されているまた、ヒトモデル細胞実験で、各種脂肪酸による DHA 取り込みに対する阻害効果を検討した結果、リノール酸、アラキドン酸及びエコサペンタ塩酸、EPA によって阻害され、オレイン酸によって阻害されなかった。したがって、DHA は何らかの脂肪酸選択的な輸送機構を介して取り込まれることが示唆された。脂肪酸は、 脳関門を通れないため、脳は通常、脳関門を通過できるグルコースをエネルギー源としている。グルコースが枯渇した場合、アセチル COA から生成されたケトン体も、例外的に脳関門を通過期、脳関門通過後に再度アセチル COA に戻されて、脳細胞のミトコンドリアのとかサイクルでエネルギーとして利用される。EPA は、魚油食品、油、 ニシン、サバサ、イワシ、南極沖網から得られる。魚介類 100g 中の主な脂肪酸については、魚介類の脂肪酸を参照のこと。また、母乳にも含まれている。EPA は、動物以外にもスピルリナ、マイクロアルジェからも得ることができ、マイクロアルジェは商業用に開発されている。EPA は、普通高等植物では見られないが、 滑り火油で微量確認された。商業ベースでは、イマークや、エパデール T が、健康食品、スイッチ、OTG として発売されている。エパデール S やその後発品は、医薬品であり、食品ではない。エゴマ油、アマニ油などには EPA ではなくアルファー、リノレン酸が含まれている。アルファー、リノレン酸は、摂取後体内で EPA に変換される。 蒸気の魚油が EPA 製剤に用いられているが、魚類は EPA を体内で合成することはできず、魚油の EPA も元とは植物プランクトン由来である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。